ホタルイカモドキカは、ツツイカモク海岸アモクに所属するイカの分類群の一つである。ホタルイカモドキカはホタルイカをはじめとして、世界の温熱帯外洋域で4属39種が認められ、さらに未期採終の存在が示唆されている。ホタルイカモドキ族が模式族となっていることから、トガの和名がホタルイカモドキカとなっている。ホタルイカモドキカは小型のイカで、 全世界の温熱帯外洋域、赤道から混合域、冷水域のアヒョウ層から中層に分布する。アヒョウ層の複雑な水界に生息する、遊泳力が低いマイクロネクトンであるため、外洋性のイカとしては種の多様性が高く、そのバイオマスも高い。自身は工事の捕食者でありながら、さらにまた大型の遊泳生物に捕食されその、重要な餌となっている。 中層と表層を2周円直移動を繰り返すことから中心層への物質移動に大きく関与していると推測されている。該当膜は円錐型から円筒型で後方になるにつれ細くなり、後端はゼラチン質様の組織の微部となる。体表覆面全体に粒状の発光器を持ち、この発光器が時には明瞭な配列を示すものがある。 眼法覆面に5から9個の発光器を持つ。触腕、内臓上には発光器を持たない。腕には2列の吸盤があり、腕基部よりのものは小はぜに変形し、生体では先端よりにだけ吸盤がある。オスの右大方腕は、高節腕化し、1から2枚の半月状の膜が発達し、その部分の吸盤及び針は失われることが多い。触腕は、一般的には長く、 手のひら吹き部には、少数の吸盤と肉粒、中央部には、吸盤の変形した針が1から2列にあり、吸盤が1から2列に並ぶ。先端部には小吸盤が2から4列に密に並ぶ。まとい卵線がないため、卵は細い卵紐として産出される。ホタルイカモドキカには、ホタルイカモドキ族、南洋ホタルイカ族、ニセホタルイカ族及び、 ホタルイ家族の四族が認められている。この四族の間での系統関係については、まだ十分な検討がなされていない。また、ホタルイ家族については、職案以外に、明確な形態学的な形質の際が、偽ホタルイ家族との間で見られないことから、偽ホタルイ家族の亜族となる可能性が示唆されている。形態的な特徴から、ホタルイカもどきかは、 ビブとヒレの位置及び眼法上にある発光器の数などにより、ホタルイカモドキアカと南洋ホタルイカアカの2アカに分けられる。ホタルイカモドキアカには、ヒレが外藤膜交端よりも前に位置し、眼法上の発光器は9個持つことを特徴とする、ホタルイカモドキ属の一族のみが属する。南洋ホタルイカモドキアカには、ヒレが外藤膜交端と同位となり、 元宝上の発光器は5個を特徴として、本家の残り3族が属する。また、明確に浄化を形成するとまではいかないものの、ホタルイカモドキカと大王ホタルイカカマダマイカカ及び、ヒカリイカカは次の形質の類似性で、ホタルイカモドキカ群としてまとめられている。カレベルでの系統解析では異なる結果が示唆されていて、未だに確定的な結果が出ていない。これには、 従来のツツイカ類が単系統群ではないとするものがあり、まずホタルイカモドキカがイカ類で最も早く分岐し、ツツイカ類に高イカ類及びミミイカ類が内包されるという仮説がある。これによればホタルイカモドキカ群は単系統群ではないという結果となる。一方、別の系統解析結果ではツツイカ類及び海岸類の単系統性が支持され、 ホタルイカは最も遅い分岐となるという異なる結果を示している。ここではツリーオブライフウェブプロジェクトに記載されている種を掲げる。ホタルイカモドキ属の一種元ホタルイカモドキ、エナプロトゥーシースレプトゥーラホタルイカという一般的に馴染みのある種がモドキという名のつくとがに属するというその珍妙さからか、フジテレビ系列のバラエティ番組トリビアの泉にてホタルイカは ホタルイカモドキカという形で紹介した。なお番組では、その続きに、ホタルイカモドキカには、偽ホタルイカがいるという事実も紹介した。日本では1905年に、渡瀬昌三郎がホタルのように光るイカを発見し、ホタルイカと命名し、1914年に、石川千代松が発見したイカがホタルイカに似ていた、ことからホタルイカモドキと命名した。一方、世界的には、 日本のホタルイカよりも前にホタルイカモドキに近い種がすでに発見されており、1900年にホタルのように光る小さいイカのグループはこのホタルイカモドキに近い種を基準としてエナプロテイサデイカと命名されていた。このためエナプロテイサデイカの和名はホタルイカモドキ科とされて現在に至っている。ありがとうございます。